それでは小早川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。この度、はい、TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブン初登場ということでございますが、意気込みをまずは。いや嬉しいです。本当私年が石橋さんとは同じ年で、はい、本当に昔から、はい、石橋さんのことは、はい、尊敬してね、面白いなと。トンネルズさんがもう若い頃から、はい、私は大学生でしたけど、はい、いつもテレビで見てね、はい、同年代ともう本当になんて言うんでしょう、元気をもらったというか、はいはい、そういう時代でしたので、ね、今日、ゲートセブンに出れて非常に嬉しくて光栄に思っております、はい、ありがとうございます。当時小早川さんが PL 学園でいらっしゃって、はい、その頃石橋さんは帝京で、はい、で法政大学に住まれた頃にトンネルズがこうデビューしてっていう感じです。はい、ちょうど法政大学の、はい、私より2つ先輩の方で帝京高校出身の方で、はい、でその方が本当すごく芸達者で、はい、面白い方だったんです、はい、だから大学の中でも人気者 で、はい、でその方が言うには、いやいや帝京高校には俺なんかよりも数段すごいやつがいるんだと、はいはい、言っておられたのが石橋さんなんです。ぜひそのお話はこの後ご本人にもですね、実名公表にぶつけていただければと思いますが、その後トンネルズさんあるいは石橋さんとお会いになられたことはあられるんですか。その後はですね、まあ、私がこう引退して解説者の、まあ、道に進んで、そうですね、球場とかあとはまあキャンプ巡りですとかね、 WBC の取材ですとか、そういったところで、まあお目にかかることはあって、挨拶を交わすことぐらいはありましたね、はい、じゃあこうやって番組でしっかり対談されるっていうのはもうほぼ初めてですかね、はい、それは大丈夫ですか、こう緊張とかそういうのは。いや緊張してます。緊張してますけどね、はい、いやもうワクワクの方が大きいかなと思います、はい、それではじゃあこの後収録よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日は中秋の名月でございます。綺麗でしたね。見られました、はい、素晴らしい満月でしたよね。満月でした。すっごい明るくて、はい、なんか月光って感じ、はい、月の光ってやっぱパワーあるなと思いながら見てまして、うん、僕も見上げながらハイボール飲んでました。本当に季節の変わり目ということですけれども、はいなんですかこの夏、はい、いかがでした、この2024年の夏は。そうですね、やっぱりパリオリンピックを見させてもらって、で大谷君のデコピンデーも見させてもらって、充実のスポーツの夏と。スポーツの夏ただ真ん中にちょっと風邪をひいて体調を崩してしまって、はい、あっという間に8月が過ぎてったなっていう、そうですよね、夏でしたね。そうですよね、はい、でも日本だけでなくパリ、ロスとかやってらっしゃって、はい、そしていよいよスポーツの秋がやってくるということですけど、はいはい、この秋の高木さん的な展望はいかがでしょうか。何か波乱の予感が。なるほど、うん、なんか一筋縄では終わらないんじゃないかなっていう、最後の最後にそんな大どんでんがって、うん、まさに大どんでん返しがなんか起こりそうな気がするんですけどね。